浜東別町中心部周辺の空中写真。画像左は、くっちゃろこ。1977年撮影の2枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。浜東別町市民風車、浜風ちゃん。浜東別町と別浜東別町は、 北海道最北の宗谷地方東部に位置する町である。町内にあるクッチャロ湖は野鳥がたくさん集まり、ラムサール条約の保護区に指定されている。町名の由来はアイヌ語、東雲ペから。宗谷総合振興局の東部に位置する。東岸はオホーツク海に面し、湿原が広がる。町西部、南部は山岳が広がる。浜頓別町の気候は、 毎年冬になると流氷が雪岸するが、海洋性気候のため気温が低く、摂氏20度を下回ることは珍しい。夏は、外して涼しく、最高気温が摂氏25度を超えることは少ない。風は、年間を通じて、東北東の風が多く、早春と秋には、南西の風が多くなり、沿岸特有の季節風が、他の地域と比べると強い。積雪は、 毎年11月下旬から始まり、市街地で最深1から1.5メートルの積雪となり、風が強く、吹雪がしばしば発生する。融雪期は3月下旬である。浜頓別のアメダスは1976年4月から統計を開始した。最高気温の極値は、摂氏33.6度。最低気温の極値は低、摂氏27.4度。 平年値で、冬日の年間日数は160.6日、真冬日85.3日、夏日21.1日、真夏日1.8日、熱帯夜0.1日。熱帯夜は過去に最低気温摂氏25.3度を2回記録したことがある。猛暑日を観測したことはない。降水量は7月から11月にかけて多い。10月から2月にかけては雪。 または、雨の降る日が多く、日照時間が11月から1月にかけて少ない。最大風速の極地は、秒速17.0メートル。最大瞬間風速の極地は、秒速30.7メートル。基金の状況定員管理の、適正度健全化判断比率資金不足比率。平成21年度に、実質交際比比率が24.5%となり、 財政健全化団体となった。酪農と漁業が盛ん。町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 北海道宗谷本線の南はっ内駅、あるいは、オトイネップ駅。廃止された、鉄道路線高速道路、バイパス一般国道主要地方道、一般道道道の駅。ありがとうございます。